アルミンとジャンを倉庫に拉致したのはリーブス商会の者たちだった。リヴァイ班は商会の会長ディモ・リーブスと取引し、彼の協力のもと中央憲兵を捕らえる。尋問の末、レイスケこそが真の王家だと知った一行は、憲兵団による捜索の目をかいくぐりながらエレンたちの行方を追い、レイス領へ向かっていた。その道中、憲兵団の一員として捜索に来ていた二人の憲兵と遭遇し捕獲するが、憲兵に変装して検問を突破し、エレンたちが運ばれた場所を探り出す。こんなことしか思いつかねえとは。ストヘスク憲兵支部所属、マルロ・フロイデンベルク二等兵、同じくヒッチ・ドリス二等兵、お前らの処遇だが。あんたたち南方訓練兵団出身なんだってね。兄と同じ。あいつがあの日以来見つかってないのは、巨人にぐちゃぐちゃにされたからでしょ。潜伏してた巨人の正体がアニ・レオンハートだったからだ。え？この世界のことを何も知らねえのはみんな同じだ。壁の中心にいる奴ら以外はな。協力させてください。この世界の不正を正せるなら何だってやります。ダメだ。お前に体制を敵に回す覚悟があるかなんて俺には計れない。行くぞ。二人をこの辺に拘束しろ。兵長、俺が。任せる。ここで見たことは忘れるよ。そりゃそうだ。ここで死ぬんだからな。お前らを信用できるわけねえだろ。俺の銃の方が早い。待て、俺は味方だ。じゃあ俺にナイフを渡してみろよ。それができたらお前を信用する。あんたが命を懸けて戦い続ける限り俺はあんたを信じる。お互い半端もんで助かったな。お前の覚悟は証明できた。これなら兵長も納得する。俺たちに力を貸してくれ。エレンはロッド・レイスの手によってレイス家の礼拝堂の地下に拘束されていた。そこでヒストリアとロッドに手を触れられた瞬間、エレンの中に何者かの記憶が流れ込む。巨人と化した己の手で惨殺される見知らぬ子供たち、見知らぬ巨人との戦い、注射を打たれ巨人化する幼いエレンの姿、そして父親の遺体。エレンはそれが父のグリシャン・イェーガーの記憶であると確信する。思い出したか、父親の罪を。なんで今まで忘れてたんだろう。私は一人じゃなかった。優しくしてくれたあのお姉さんがいた。その子が長い黒髪の女性であれば、おそらく彼女はフリーダ・レイス、お前の姉だ。フリーダお姉さんは今どこにいるの？会ってお礼が言いたいの。もうこの世にはいない。5年前ここで彼の父親であり巨人の力を持つグリシア・イエーガーに殺されたのだ。そして彼の目的はレイス家が持つ力を奪うこと、フリーダの中に宿る巨人の力だ。
フリーダの巨人は巨人の頂点に立つ存在だった。だがグリシャに食われて力を奪われ、そしてグリシャはレイス家を根絶やしにすべくそのまま我々一家に襲いかかったのだ。そんな、どうしてそんなひどいことができるの？フリーダの記憶はまだ生きており、ヒストリアが望めば再会できる。そう言ってロッドはヒストリアに注射器を渡し、レイス家の巨人の力について語り始めた。三重の壁がレイス家の巨人の力で作られたものであること、その巨人が平和を願って人々の記憶を改ざんし、壁の世界の成り立ちを歴史から消し去ったこと、フリーダは消し去られた世界の記憶、この世界の成り立ちとその経緯のすべてを巨人の力とともに叔父のウーリから継承したこと、そしてその巨人の力は王家の血族でなければ進化を発揮できないこと、それを聞いたケニーは自分が巨人化してエレンを捕食しても無意味だと悟り、エレンに傷をつけるとヒストリアとエレンに巨人化して殺し合えというのだった。なんでよエレン、なんで巨人化しないの？俺と親父のせいでどれだけ人が死んだ。俺はいらなかったんだ。だからせめてお前の手で人類を救ってくれ。お父さん、どうして姉さんは人類を解放してあげなかったの？壁の世界を作った初代王は人類が巨人に支配される世界を望んだからだ。なぜかはわからない、世界の記憶を見た者にしか、我々が神と呼ぶ者自身にしか。祈っているよヒストリア、神は人類を導いてくれると。これはただの私の願望なんだがな、お前胸張って生きろよ。ヒストリア！何が神だ！もうこれ以上私を殺してたまるか！早く俺を食ってくれ！もう辛いんだよ生きてたって！うるさいバカ！泣き虫黙れ！エレンをここから逃がす！そんで全部ぶっ壊してやる！父さん、無理、フリーダ、待ってて、僕が行くわ。エレンの硬質化能力により洞窟の崩落から逃れた一行は、礼拝堂の外でハンジやアルミ、エルヴィンたちと交流した。
つまりエレンの中にある巨人の力、仮に始祖の巨人の力としようか。これはレイス家の血を引く者が持たないと進化を発揮できない。しかしレイス家の人間がこの力を得ても初代王の思想に支配されて人類は解放されない。俺をあの巨人に食わせればロッド・レイスは人間に戻る。あとは初代王の洗脳さえ解ければ道も見えてくるはずです。始祖の巨人の力については未知な部分が多すぎます。ロッド・レイスの洗脳を解ける確証もありません。むしろ彼らから始祖の巨人の力を取り上げている今こそ千載一遇のチャンスなんです。エレンのお父さんはきっと初代王から人類を救おうとした。姉さんから力を奪いレイス家の子供たちを殺害したのもそれだけの選択を課せられたから。レイス家の血がなくてもきっと人類を救う手はある。だからエレンに地下室の鍵を託した。私もそっちの選択に賛成だけど、いいのかい、ヒストリア。君のお父さんを殺すほかなくなる。エレン、私あの時巨人になってあなたを殺そうと本気で思った。人類のためなんて理由じゃなく、お父さんに嫌われたくなかったから。でももうお別れしないと。壁上に這い上がったロッド・レイス巨人を撃ち、父と決別すべくヒストリアは戦いに身を投じる。あの巨人をオルブドクへ入れてはならん。壁上固定法で何としても奴を仕留めよ。私も戦闘に参加したいんです、団長。どうか。君の考えは理解した。許可はできない。もっと私のこの体では止められない。同じ部位を狙って集中砲火を浴びせる。指示した部位に向かって砲撃せよ。左腕を狙え。胴体を狙え。もう止まって。やりました。命中ですよ。でもこれじゃまだ足りないみたい。撃てー。どう、砲撃は効いてるの？セミの小便よか効いてるようだ。くれないと装填急げ。右腕を狙え。胴体だ、胴体を撃て。壁の中には入れない。
撃つんだ。目標に当たったみたい。消えてるといいんだけど。巨人の前進が止まらない。全く効いてないのか。撃てー。よし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。俺の育った街が終わりだ。下がってろ、中道兵団。あとは俺たちが引き受ける。サシャ、アルミ、二人で息を合わせて巨人の両手を同時に狙うんだ。了解です。私が合図を出しますから、アルミは合わせてください。行きますよ。アルミ、サシャの合図をよく聞いて射出するんだぞ。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミとサシャに頑張ってもらうしか。腕は細いもんな。攻め続けてればそのうち。今です。攻撃。いいぞ二人とも、もう一発食らわせてやれ。程度の爆発でも両手に同時に当たりさえすれば。今です。攻撃。聞いてるぞアルミ、もう一押しだ。倒れねえか。急げ、壁が持たねえぞ。今です。攻撃。やったか。よし、体勢が崩れた。エレン！勝利！立体機動でとどめを刺せ！
これほどの巨体で、本体は縦1メートル、幅10センチの大きさしかない。本体は飛散した肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して本体にとどめを刺せ。これは私の果たすべき使命。自分の運命に決着をつける。こんなに多いと見つかる気がしねえぞ。どこ、早く殺さないと。お父さん。くそ、誰だ。ヒストリア団長、わがままを言って申し訳ありません。でも私、これが初めてなんです。親に逆らったの。私が始めた親子喧嘩なんです。私はヒストリア・レイス、この壁の真の王です。